カットライン。俺の名前はヒロシ。生産設備の開発と製造を手掛ける株式会社マクロ貢献で契約社員をやっています。この会社はまだ比較的新しいものの、現在かなりの勢いで事業を拡大しています。その影響で俺が働いている事業所にも大掛かりな人事異動の波が来ていました。今日からここで働くことになった設計家の坂巻くんだ。前の事業所でも面倒見のいい課長として有名だったから、特に今年入った若い子たちは困った時は何でも彼に聞いてくれた場合。はじめまして。心空気に馴染めるまで何かと至らない部分はあるかと思いますが、どうぞよろしくお願いします。この夏に別の支所からやってきた坂巻課長。最初は俺も正直この人にいい印象を持ちました。こいつがまさかあんなクセ者だなんて、この時は夢にも思いませんでした。あれ、さっきと同じ操作してるのになんでこうなっちゃうの？やり直しをした時にモードまで切り替わっちゃったんじゃないかな。あ、本当だ。ありがとうございます、坂巻課長。こんな初歩的なことですいません。いいんだいいんだ。最初は誰だってわからないことだらけだ。わからないときはすぐに私に言うんだよ。はい、めっちゃ心強いです。坂巻さんは物腰が柔らかく人当たりがいいため、新人の子たちにはすぐに慕われるようになりました。けれどどうもなんだか肝心なところがずれているようで。坂巻さん、なんか自分の仕事しないでちょいちょいうろうろしてんだよな。まあ異動になったばっかだから、とりあえずここの雰囲気つかもうとしてるのかも。ひろしくん、進捗はどうだね？まあ順調です。もうすぐお昼だが、さっき社内メールで送った仕事はどこまで片付いてるかな？え、社内メール？すいません、気づかなかったです。って、はぁ！え、なんか全部今日中ってなってますけど。ああ、それが今日の仕事だ。マジっすか？いや、これどう見ても3ヶ月ぐらいかかりますって。初めから無理だと決めつけちゃいけない。できるできないじゃなく、やるんだ。契約社員だからってそこは腹くくってもらわないと困るよ。にしても限度あるでしょ。2時間おきに確認するから、どこまで進んでるかきちんと報告するように。君中卒で契約社員だろ。これはそんな君がキャリアアップする上で大事なことだからね。気を引き締めて頑張ってくれ。マジで言ってんのかあいつ。つがキャリアアップは求めてねえんだけどな。そう、坂巻さんは何かにつけて明らかにキャパ以上の仕事を押し付けてきました。それだけでなく、業務上必要のない指示を大量に飛ばしてくることがよくありました。しかもその3分の2くらいは不要なだけでなく邪魔でさえあったのです。いわば捨てるのに苦労するゴミをわざわざ時間かけて作らせようとしてくるんです。あの、開発から電話がありまして、図面の寸法が微妙にずれてるそうなんですけど。おや、図面を描いたのは誰だ？私です。ああ、伊丹さんか。すいません、新しいソフトにまだ慣れてなくて。言い訳はいいから、早く直して開発に謝ってきなさい。前のソフト使っていいですか？いや、あれはダメだ。私のいた支所ではみんなこれだったんだぞ。私もその方が指示を出しやすいからね。悪いが、こっちで慣れてくれ。ああ、これか。このソフトかなり旧型だから、自動処理使うと時々プレビュー狂うんだよ。そうなんですか？だからそういうところまできちんと自分の目で確認しなきゃダメじゃないか。自動化できるんだから自動でやった方がいいでしょ。君ね、何でも機械にばっかり頼っていると職人として必要な勘が身につかないんだぞ。ああ、開発かね。申し訳ない、さっきの件新人の子がうっかりしていたんだ。私の方できちんと指導するから、今回は多めに見てやってくれ。すみません、私のせいで。うん、お言葉ですけどね、これは坂巻さんが余計な指示さえ出さなければ起きなかったミスです。なんだと？伊丹さんは今までこんなミスしたことない。君は何にも分かっていない。彼女は君と違って正社員なんだよ。君はその日暮らしで適当にやっていけばいいが、伊丹さんは長い目で見て一人前にならないといけないんだ。わかるかな？話をそらさないでもらっていいですかね。あんたこそ古いソフトにすがりついてないで、長い目で先を見たらどうなんです？上司にお説教か？全部私が悪かったんです。もう今すぐ何とかしますから、二人とも怒らないでよ。はぁ、すまなかったね。私も仕事人間だから、仕事のことになるとちょっと熱くなってしまってね。伊丹さんもこれからしっかり反省するんだぞ。はい、申し訳ありませんでした。チェン、
どこが仕事人間なんだが、こんな感じで坂巻さんは間違った指示を出しておいて、なんやかんや部下に責任転嫁することも多々ありました。しかも一見部下をかばっているような言い回しをするから余計立ちが悪いです。はあ、もう坂巻課長になったからろくなことがない。なんでこう毎日毎日課長の尻拭いでサービス残業する羽目になるんだよ。俺は使用人かっつうの。あれ、伊丹さん、何泣いてるんですか。ヒロシさん、私この仕事向いてないです。どうしちゃったんです。もしかして課長に怒られたとか。はい、いえ怒られたわけではないんですけど、私があまりにダメダメだから仕事終わりに呼び出されちゃって。こういう仕事だからね、たまにはこうして飲みに連れて行ってもらって、先輩からどんどん吸収してきなさい。あ、ありがとうございます。で、それから、あ、そうそう、同じミスを繰り返さないために伊丹さんはどんな工夫をしたらいいと思う。その、くれぐれも気をつけます。気をつけるだけじゃまた繰り返すよ。もっと具体的にどんな対策をしたらいいと思うって聞いてるんだけど、わかるかな。その、メモをしっかり書いておいて机に貼っておくとか、本当頑張ります。まあ伊丹さんは新人だから仕方ないけどね、ミスが多いのもそうだけど、ちょっと仕事が遅いのとか、なんとかならないかね。すいません。いやいや、責めてるわけじゃないんだよ。ただね、えあんまりひどいようだと最悪この仕事から君を外さないといけなくなってしまうよ。う、頑張ります。まあ今は苦しいと思うけどね、私がこういうことを言うのも全てはこの会社を良くするためだと思ってくれ。はい。おお、泣くな泣くな、伊丹さんは強い子だからきっと大丈夫。私がしっかり面倒を見る。だから歯を食いしばってついてきなさい。ありがとうございます。それ激励を装ったパワハラだね。でも課長も忙しいのに私のために遅くまで時間取ってくれてますし。なんか伊丹さん洗脳されてきてない。俺からもガツンと言ってやろうか。いえ、そこまでしていただかなくても、実際できてないのは私ですし。これ絶対あいつが悪いと思うけどな。楽しかった職場の空気も坂巻さんが来て以来なんだかだんだんどんよりしてきました。それから年が明け、恒例の社員旅行の日が近づいてきました。社長から今年の企画が発表されました。今年はなんとハワイだそうです。ハワイ？めっちゃ行きたい。恒例のゲームの内容は現地で発表だそうです。ゲーム？そう、去年はロンドンに行ったんですが、一番年季の入った構造物を見つけた人が優勝というルールでした。今年は多分下調べすれば勝てちゃうやつなんじゃないかな。入賞者には特別ボーナスが贈呈されますよ。それ私も参加していいんですか？もちろん、新入社員からベテランまで平等にチャンスがあるので、皆さん優勝を目指して頑張ってくださいね。事務員の横峰さんが旅行の企画を発表した数時間後、俺はたまたまオフィスで坂巻さんと2人になりました。なんか黙々と仕事してると気まずいな。ああ、そういえば今度社員旅行ですね。そうだな。実は俺これが楽しみでこの会社入ったんですよ。おや、君の給料で旅費は大丈夫かね。ああ、ちょっと何言ってるかわからない。いや、旅費って会社負担ですよね。ああ、君は契約社員だから全部自腹だよ。な、あ、さてはそれ冗談ですね。やだな、坂巻さんが言うと本当っぽいから。いや、本当だよ。どうして契約社員の遊ぶ金まで会社が持たなければいけない。いつもそうしてましたけど。前の担当が黙って目をつぶってたんだろう。こんなことを社長に知れたらただじゃ済まないぞ。もちろんこいつが言ってることはデタラメです。俺はこの時確信しました。坂巻は善人を装ったただのクソ野郎だと。あ、いやー、そうなんですね。これ参ったな。社員旅行張り切ってたんだけどな。じゃあ自腹で行っちゃおうかな。はあ、分かってないね。まあ君中卒だもんな。だからか、ハワイは物価も高いし飛行機代だってバカにならないんだぞ。正直君の給料じゃ無理だと思うけどね。そうなんですか。それ残念です。
分かったら今年は諦めて正社員になれるように頑張って仕事しなさい。私は君を応援してるぞ。俺は坂巻に押し付けられた仕事をどうにかうまく減らしながら密かにある計画を立て始めました。そしてついに社員旅行当日。仕事というのはね、だからして一筋縄ではいかないんだ。ああ、はい、はい。君はこの仕事をする上でどんなビジョンを描いてる？ビジョン、まあその自分の作ったものが社会の役に立ったり。そっか、君にはまだわからないか。はあ、すいません。旅行ぐらい楽しく行かせろっつうの。ところで、ヒロシさんって来なかったんですか？ああ、あいつはダメだ。いつも口ばっかで全然仕事できやしない。今回も参加するとかなんとか言っていたが、生意気な口を聞いた手前、私と顔を合わせるのが怖くなったんだろう。情けない、情けない。伊丹さんはあんなみっともない大人になっちゃダメだぞ。そっか、いろいろ聞きたかったのにな。そして一度は長距離のフライトを終えて、ハワイの空港で社長と合流しました。社長、ファーストクラスはいかがでしたか？ご一緒できなくて残念です。大殿こそはぜひお供したいものですな。うん。社長、なんだ、今日は機嫌が悪いのかな。そうだ、そういえば今日といえば大事な日じゃないですか。それなのにうちのヒロシと来たら体調不良とかなんとか言ってドタキャンしやがったんですよ。せっかく会社が旅行代出すって言ってるのに、ダメなやつってのはどこまで行ってもダメなもんですな。体調不良？そうなんです。あいつはいつも仕事の邪魔ばっかりして、契約社員の分際で名前切ったらありゃしない。まあ中卒で貧乏だから高学歴な私が許せないんでしょうね。いやー、ごちそうさまでした。ほんと、成田からハワイまでおたけもん食わせていただいて。いやいや、こちらこそ実に面白い話が聞けたよ。ヒロシ、なんでこいつがここにいるんだ？しかしやっぱファーストクラスっていいですな。おかげで新しい仕事の話もできましたしね。こんな経験ができるのも君のおかげだよ。これは一体？うん、坂巻さんなんか用ですか？いや、その聞いてたんだな。おお、よかったよかった、心配したよ。何がです？ヒロシ君、坂巻くんに体調不良で休むと報告したかね？いいえ、そんなわけないじゃないですか。バカ、話を合わせろ。てか社長、坂巻さんが今年から契約社員は自腹だって言うんですよ。坂巻、一体誰の権限でそんなことが決まったんだ？いや、それはその誤解と言いますか、そういうつもりでいたわけじゃ。はあ、ヒロシさん来てたんですか？坂巻さんがヒロシは来ないって言うから1週間会えないかと思ってましたよ。余計なことを言うな。マジでねえ、坂巻さん、なんで嘘ついたんです？言ってない。ほら、伊丹さんの勘違いだろう。ダメじゃないか、そうやって誤解しちゃ。でも確かに言いましたよね。名前聞いたから課長と顔合わせるのが怖くなったんだろうって。いや、それは冗談のつもりで。もういい、この際だから先に言っておくが、君は合格だ。合格とおっしゃいますと？言葉の意味も知らんのかね、君は。君は平社員になるんだ。なんですって？どうしてそんな、私何かしましたかね？君が社内でしでかしたことは、このヒロシ君がこと細かに記録していた。機内でじっくり聞かせてもらったよ。まったく、どうも君のいる部署は離職率が高いと思ったらこういうことだったのか。君を信じた自分が情けないわ。ヒロシ、社長にどんなでっち上げを吹き込んだんだお前は。本当のことを報告しただけですけど。陰湿なパワハラ、過剰な業務の押し付け、失敗の責任転嫁、不当な時間外拘束、それに部下の手柄は全部あんたが横取りしてた。要するにお荷物ってこった。バカな社長、こんな奴の言うことを信じないでください。嘘をついたのは君だろうが、一度失った信用を取り戻すのは簡単ではないぞ。雑用係からやり直しなさい。そんな、誤解です。全ては部下のため、会社のためを思ってしたことでして。それは本気か？はい、もちろんです。もしも私の態度に問題があったなら改めますから、どうか合格だけはご勘弁を。どう
思う、ヒロシ君。無理。そういうことだ。悪いが私の一存では止められん。なんでですか。こいつはたかが中卒の契約社員でしょう。こんな下っ端の意見なんかに惑わされないでください。社長、ほら俺の目を見て、これが嘘をついてる目に見えますか。説得する相手間違えてるぜ。だってだけど俺ただの契約社員じゃないんですよ。そうだ、ヒロシ君はマクロ貢献のオーナーだ。オーナー。そう、実はこの会社、実質俺が所有しているんです。およそ5年前、マクロ貢献は事業所を増やすために多額の出資を募りました。その時株主になった投資家の中に俺も入っていたのです。俺はこの会社の社風や制度、何より社長の人柄を心から気に入ったため、ただでもいいから働かせてほしいと頼み込み、契約社員として迎え入れてもらったのでした。それから俺は他の株主たちからマクロ貢献の株を少しずつ買い進め、今年とうとう保有割合が3分の2を超えたのです。そのためもはや俺は会社に対して社長よりも強い権限を持っています。君が働いている事業所だってヒロシ君の出資で建設されたんだぞ。そんなバカな、さっきガラッと人立て任せを言うな。自分と一緒にしないでくれてぇに。俺はあんたみたいに嘘ばっかついて生きてねえんです。趣味で嫌がらせばっかしやがって。こんな奴の下で働いてたらみんなノイローゼになっちまう。だからそれは会社のためであって。俺を社員旅行からハブるのが、どうせ下っ端に威張り散らしてでかい顔すんのが楽しかっただけだろ。年下に向かって先生ごっこするの気持ちいい。あんたの薄ら寒い本性が口でごまかしきれるほどはここの社員はバカじゃない。いやー、三上さん、私は真面目で面倒見がよくて優しい上司だよな。正直嫌で嫌で仕方なかったです。坂巻さんのせいで辞めようかと思いましたもん。何？横峰さんは私を信じてくれますよね。ぶっちゃけ坂巻さん、人として最悪です。人と面ばっかり気にして、嫌なことは全部弱い相手に押し付けて、選んでいいならクビにしてほしいくらいです。いやー、すみませんでした。申しません。この通り、これからは仕事の量減らします。追加の指示も最低限にします。居酒屋に呼び出して説教したりしません。だからどうか許してください。最初から必要ないことしてるって自覚はあったんだ。何が会社のためだよ、しらじらしい。ま、年貢の納め時だな。お前みたいな小物は一番スタッパがお似合いだ。やだやだやだ、この年になってしたままやだ。その年で再就職はもっとしたんだぞ。クビにならなかっただけありがたいと思え。腐った根性叩き直してもらうんだな。ママ坂巻は公衆の面前で大泣きすると、その後すっかり意気消沈して、得意の減らす口も一切聞かなくなりました。おかげで他の社員たちは思う存分ハワイ旅行を楽しむことができました。ウェイウェイ。あーこら、水。はい、水買ってこいっつってんの。2回言わせないで。わかりました。車のキーは。足あるでしょ、バカにしてんの。すみません。そろそろ引き上げようか。おいしいランチが君たちを待っている。いいですね、行こう行こう。それから課長の座から引きずり下ろされた坂巻は、防犯カメラのあるオフィスで横峰さんの雑用係に配属されました。ねえ、ちゃんとしてくれる？うちの4歳の子より出来悪いよ。すいませんすいません、これでも一生懸命なんです。愛の男が会社でいちいち泣かないで。ごもりしてんじゃないの、保育園行く。僕もう精神的にきついです。物理的にきつくしてあげようか。怖いよママ。何が？何でもありません。臭いから黙って仕事して。ありがとうございます。黙って。自分がやられて嫌なことは人にしちゃいけません。いつか必ずやり返されます。おお、いいねいいね。これ習ったことないんだよね。君絶対才能あるよ。そうなんですかね。ありがとうございます。伊丹さん、坂巻いなくなってどう？もういなくてせいせいします。ほんとストレスなくなった。仕事楽しいでしょうね。今思うと相当無理してましたもん。嫌いだよあんなやつ。最後までご覧いただきありがとうございました。
ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ぜひ他の動画もチェックしてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。